皆さんはこのジェーンというキャラを知ってますか？これね、ダンジョンキャラなんだよ。忍者らコラボで落ちるダンジョンキャラなんですけど、進化用キャラを2つ持ってる。で、昇格生で1つもつけれる。なんで、昇格生を、じゃない、進化用キャラを3つ持ちにできるっていう感じで、で、アシストでさらにこれ、チェックショーつけてきたんで、これで進化用キャラを5つ持ちにしたんだよね。なんで、これさ、多分わかる人はわかると思うんだけども、これ、大収穫宝玉ラッシュ、これでちょっと使えるんじゃねえかと思って、ちょっとやってみるわ。まだね、試運転みたいなことはしてないんですけど、ちょっとこれでいってみます。で、安定の20倍出る無惨。で、この子を入れまして、聴覚生こんな感じだったかな。で、これ、サビト&マコモが、あれです。水生成で持ってきた。化粧はこんな感じで、適当にやってきた。よし、ちょっと、もう時間がないんで やっていきましょう。で、ちょっと行ってみようか、これ。見せてやる、つって。これスキルなんだ？あ、いいスキル持ってんじゃん。これっつってさ、一回これで行ってみていい？一回これで行ってみていいかな？これで行けたらすごくない？ 1 コンボ。いける！お、すごい！いや、俺ね、今日ね、ちょっとね、話したいことがあって、やべえな、これ。話したいことありまして、待ってね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ使います。で、これ、待って。ピンチ。ちょっと話したいことあったんだけど、話したいことありました、ありましたっていうか、あったんですけど、やべえな、これ。で、その話したいことっていうのは、今日の本当に8時とかぐらいにやってたんですけど、君しか勝たんっていう日向坂46の5枚目シングルのヒット祈願っていうのを、チャンネルで公式チャンネルさんで生配信やってたんですよ。いや、よかったね、すごい。これちょっと本当に興味ない人は、本当にこのパズル画面とか見てほしいんだけど、で、そのヒット祈願やってらっしゃってて、すげえもう元気もらったわ。めちゃめちゃ元気もらった、俺。ちょっと足りねえか ちょっと足りねえか。ちょっとこれは、こうします。こうして水残して。生配信でヒット祈願をやってらっしゃってて、やってまして。いや、よかったね。すごいさ、もう全員泣いてんだよね。ほとんどのメンバーがさ、泣いててさ、もう本当にグッときたわ。もう、いい大人がグッときたって、本当に。グッときた。で、こんな感じで回れませんよっていう感じかな。いや、ちょっと足りなかったね。やっぱり火力が。なんで、これ、ジェーンに進化用キラーを1個つけまして、で、バッチを攻撃バッチにしてきた。よし、これでやっていけると思う。いや、さっきは話に夢中で、プレイングがおろそかになってた。で、これさ、ちょっとコンボいる気がするんだ。ちょっとコンボいる気がする。若干コンボいるような気がするんで、オッケー、いけますね。ちょっとあいつが硬いかな。あいつが硬い気がする。ちょっとこれいらねえわ。これいらないわ。で、ちょっとあれがいる気がする。なんだっけ？何話そうとしたっけ？やべえ、ミスった。で、ちょっと硬いから、こんな感じで、若干コンボしないといけませんよっていう。本当に参考にしようとしてた方、本当に申し訳ない。ちょっとガバガバ編成で申し訳ない。で、5消ししたらいけるんじゃないかな。こんな感じでいいか。で、そう、俺ね、本当に、その、日向坂46めっちゃ好きで、お日様なんですけど、俺ね、そんなことないよっていう PV があるんですけど、日向坂に。そこにね、俺コメントしてるわ 俺そこにさ、コメントしてんだよね。なんか多分さ、結構下にあると思う。下っていうか、結構ね、探してみたらあると思う。結構その、本当に純蔵っていう名前で、やってるわ。コメントしてたことあったわ 結構確かね、本当に、何ヶ月前とか、本当に動画投稿する前とか、マジで本当に、動画投稿する前に、コメントしてたことあったわ。よし、今日はこれで終わろう。
今日の動画はなんだかトーク重視というか、トーク重視だったけど、まあこのカッペイが使えますよっていう感じかな。まあ、いい性能っちゃいい性能してるかな。じゃあねー。